こんにちは、キシリと申します。お絵かき AI ニュース11月の27日版となります。絵かき目線で気になるお絵かき AI に関する情報をまとめてご紹介しております。絵かきの方とかですね、 AI が気になっている方、この動画を見ていただけると大変嬉しいです。今回は4つ。 AI イラストの邪悪な使用方法が見つかる。 AI イラストの便利な使用方法が見つかる。ラーメンが食べられる樋口まどか。お絵かき AI の話題が議員の耳に入る。ということで、それでは行ってみましょう。AI イラストの邪悪な使用方法が見つかる。また邪悪な話出てましたね。はい、邪悪シリーズ第2弾でございます。以前にもありましたが、今回もですね、皆さん絶対真似しないようにお願いします。 Twitter で有名な方がツイートしていたので、この話題を知っている方も結構多いんじゃないかなと。ネガな話題なんで、個人名に関してはちょっと伏せた感じでお話をしようかなと思ってます。はい、で何が起きたかと言いますと、絵描きの人がいますと。絵描きの人が絵を描いて、ツイートするじゃないですか。絵が完成したよ、できたよって。で今回問題になっていたのは、その絵描きが絵を描いたよというツイートに対してですね、あなたの絵の構図を参考にしました、フォローしてくださいねみたいなコメントと一緒にですね、 AI で作った絵を貼り付けるっていうようなことをしている人がいました。しかもこれ一人にやっていたんじゃなくて、もういろんな人にやっていたっていうことですね。でさらに続きがあってですね、 AI の絵にさらに別の人がコメントをしていて、こっちの絵が好きっていうコメントを残す謎のアカウントがですね、必ず現れるっていうのもなかなかやばいポイントなんじゃないかなと。はい、ここからはですね、私の意見です。仲がいいわけでもない、ファンアートでもない、リスペクトをしてるわけでもない、あなたの絵を元に作りました、フォローしてくださいと。もうね、自分勝手にもちょっと程があるよね。しかもこの後ですね、この迷惑をかけた人は謝罪のツイートをしてるんですけども、謝罪文がおかしいし、普通に反省していなさそうで、こんな人がいるんだなっていう感じで、深いため息がね出ました。以前紹介した邪悪な使用方法はですね、絵描きの人への悪意みたいなものをちょっと感じたんですけども、今回のケースはですね、自分のフォロワーを増やすために、もう絵描きのことなんか何でも思ってなさそうで、違う意味での悪意を感じました。一応言っておくとですね、人の絵に過失する行為というのはですね、著作権違反になるのでやめましょう。今回のケースが著作権的にどうなのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけども、少なくともね、相当失礼なのは間違いないです。またもうちょっと広い意味で言うと、アドバイスとか添削なんかも求められてないのにそういうことをするのはやめた方がいいかなと思います。余計なアドバイスっていうのはですね、私も身に覚えがないわけじゃないので、自分で言っててですね、非常に耳が痛いですけども、これはね、絵じゃなくてもよくあることなんで、皆さん気をつけましょう。結構前のことになるんですが、加工師っていう人たちがいたのをご存知だったりします？そういう人たちがいたんですよね。で話題になったんですよ。何をしていた人たちかっていうとですね、人が作った作品の色味とかを勝手に変えたり、エフェクトを追加してですね、どうですか、すごいでしょみたいなことをする人たちがいてですね、なんとなくね、そのことを思い出しました。でこの人のことはこれで終わりなんですけども、AI で絵を作ってる人たちって絵を描くという行為を想像することが難しいと思うんですよ。もちろんね、全員が全員じゃないですよ。いろいろ調べてると、 AI で絵を作ってるんだけど、ペンタブ買ったよとか、クリスタ買ったよとか、絵の描き方を勉強してるよとか、そうやってですね、絵描きの気持ちを理解しようとしたりですね、技術を高めようとしている人たちがいるっていうのは知っているんで、そういう人たちはですね、本当にすごいなというふうに思うんですけども、ただですね、多くの人はですね、やっぱり絵描きの気持ちを察することが難しいのかなと。何が大変で、こういうところをよく見てるとか、
こういうところに気をつけているとかですね、何をされると嬉しいとか、何をされたら嫌とかね、まあ、そういうところがこの AI で絵を作っている人たちと手で絵を描いている人たちの摩擦が生まれる要因のね一つなのかもなというふうにちょっとね思いました。お互いのね気持ちの歩み寄りとですね住み分けは必要なのかなと思う次第でございます。はい、次です。 AI イラストの便利な使用方法が見つかる。今度はですね有益な情報です。こちらは IT メディアさんというところが出していた記事でして、詳しくはそちらの方を参照してほしいんですが、こういう AI の使い方はどうかということで紹介されていました。でその使い方は何ぞやと言いますと、塗り絵を紹介してました。なるほどと。はい、ここからは私の意見です。いやこれすごいですよね。これぞ何でしょう、有効活用という感じですね。子供って好きなことずっとやるじゃないですか。大人の体力の限界までトランプやったりとか、絵描いたりとか、あのボールで遊んだりとかですね、楽しいことずっとやるんだよね。だけど塗り絵ってそんなに多くあるわけじゃないから、まあ私はないと思ってるから、こういう AI を使っていろんなバリエーションの塗り絵を作るっていうのは、子供がですね長く楽しく遊べる、まあ、有益な使い方なんじゃないかなと。この動画を見ている方でお子さんが塗り絵が好きな方いらっしゃいましたら、あのプリンターがね必要ではあるんですけども、 AI を使ってみるのはいかがでしょうか。はい、次です。ラーメンが食べられる樋口まどか。以前にですねラーメンが食べられない樋口まどかという話題をご紹介したと思います。 AI にラーメンを食べさせると大体変な絵になるということで一時期ね話題になった内容です。でこのラーメンチャレンジからですね、あの派生してゲーミング稼働部とかですね変な流れに派生していったんですけども、まあそれは置いといて、まあラーメンが食べられるようになったということなんで、一応ね確認をしてきました。上手にですね、まあ、食べてる絵が生成されておりました。食事シーンというのはですね描くのすごい難しいはずなんですが、あの普通にうまい絵でね、あのやばいなと思いました。ラーメンチャレンジをですねご紹介したのが10月の後半だったかな、後半だったと思うんですけども、1ヶ月そこらで何があったかというと、新しい AI サービスによって作られておりました。このサービスはですね虹ジャーニーっていうんですけども、これはですねミッドジャーニーという結構有名な AI があるんですが、それの二次元イラストに特化させた AI という位置づけのサービスだそうです。現在はベータ版でして、登録依頼をね出すとですね順次こうディスコードの方に招待されてその機能が使えるようになるという流れだそうです。はい、ここからは私の意見です。今回虹ジャーニーというサービスのベータ版が出てきたわけなんですが、ツイッターやってる方はですねぜひ虹ジャーニーというタグをですね調べていただければなと思っております。で調べていただけるとわかるんですが結構すごいです。特にですね半剣キャラとか精度高くてびっくりしますね。いろんな意味で大丈夫かっていうレベルの精度になってます。人が見て AI のおかしい箇所っていうのは今後ねどんどん修正されていくだろうなと。でいずれね分からなくなるんだろうなと。もうね下手したら1年後とか数ヶ月後には人が描いた絵と AI の絵が本当に見分けがつかなくなるんじゃないかなと思ってます。これはすごいんだけど絵描きとしてはですねやっぱ怖さみたいなものもありますよね。はい、次です。お絵描き AI の話題が議員の耳に入る。11月の23日と11月の24日、赤松健議員という方がですね、AI 作画に関して弁護士から、まあ、有識者からヒアリングをしていたよということをツイートしておりました。はい、この赤松健参議院議員はですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですが、元漫画家の方で、ラブヒナとかですね、ネギマといったですね、超大ヒット作品を描いていた方です。またですね、表現の自由を守る会という自由な創作活動ができるように社会に働きかけていこうよという活動なんかもしている方です。かなり有名な方でですね、
その方がツイッターでつぶやいておりました。ということで、ここからは私の意見です。どんな内容を聞いてどういう方向に転がっていくというのは、まあ全然わかんないんですけども、少なくともですね、絵や創作活動に魂を捧げていた人の耳に AI の話題が入ったということですね。絵描きと AI との関係性が少しでも良くなるようにね、お互いが気持ちよく活動できるための第一歩であればいいなと思う次第でございます。まあ、まずはね、前進ということで。はい、まとめです。今週はネガなニュースと便利なニュースがあって、まあ対照的だったなと。で、月並みではあるんですが、どんなものでもやっぱ人の使い方次第でですね、便利なものにもなるし、狂気にもなりうるんだなと。こういった悪い使い方をしている人が多かったりですね、自制できないようなものなのであれば、まあそれはね、機能制限するとか法律とか仕組みとかでね、縛る必要があるよねと。で、この議論はですね、この先まだまだ続きそうですし、悲しいかな、邪悪な利用方法っていうのは今後も出てくるんじゃないかなと。はい、ということで今週はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。またですね、ツイッターもやってますので、フォローいただけると大変嬉しいです。それでは今週はここまで。ご視聴ありがとうございました。おしまいです。